寛容のパラドックスとは、カール・ポッパーが1945年に発表したパラドックスである。このパラドックスは、もし社会が無制限に寛容であるならば、その社会は、最終的には、不寛容な人々によって寛容性が奪われるか、寛容性は破壊されると述べる。ポッパーは、寛容な社会を維持するためには、社会は、不寛容に、不寛容であらねばならないという一見矛盾した。 結論に達した。なお、ポパは、不寛容な哲学の発言を禁止するべきではなく、合理的な議論で打ち返すべきであり、原稿やピストルを用いて、自説を押し付け反対者の自由を禁じようとしたときに、不寛容に対して、不寛容である権利を要求するべきであるとした。1945年に、カール・ポパーによって出版された、開かれた社会とその敵の第一貫哲学者。 カール・ポッパーは1945年に開かれた社会とその敵がいい一環においてこのパラドックスを定義した。寛容のパラドックスについてはあまり知られていない。無制限の寛容は確実に寛容の消失を導く。もし我々が不寛容な人々に対しても無制限の寛容を広げるならば、もし我々に不寛容の脅威から寛容な社会を守る覚悟ができていなければ、 寛容な人々は滅ぼされ、その寛容も彼らと共に滅ぼされる。この定式において、私は、例えば、不寛容な思想から来る発言を常に抑制すべきだ、などということをほのめかしているわけではない。我々が理性的な議論でそれらに対抗できている限り、そして世論によってそれらをチェックすることができている限りは、抑制することは確かに賢明ではないだろう。しかし、 もし必要ならば、たとえ力によってでも、不寛容な人々を抑制する権利を我々は要求すべきだ。というのも、彼らは我々と同じ立場で理性的な議論を交わすつもりがなく、すべての議論を非難することから始めるということが容易にわかるだろうからだ。彼らは理性的な議論を欺瞞だとして自身の支持者が聞くことを禁止するかもしれないし、議論に 鉄拳や拳銃で答えることを教えるかもしれない。故に我々は主張しないといけない。寛容の名において不寛容に寛容であらざる権利を。寛容のパラドックスという言葉はポパーの著作である開かれた社会とその敵の本文のどこにも出てこない。その言葉は第七章の注釈としてプラトンが慈悲深い先制政治に対する弁明の中で 提案したパラドックスに対して登場している。プラトンの示すパラドックスは、真の寛容によって、必然的に不寛容につながるので、寛容の問題を多数派の支配に任せるよりも、悟りを開いた、鉄人王の独裁的な支配の方が望ましいという、ものである。ポッパーの著作の第七章、特に第二節の文脈では、寛容のパラドックスに関する注釈は、 独裁主義の根拠としてのパラドックスに特化したポパーの反論をさらに説明することを意図している。それにもかかわらず民主主義制度の外でのヘイトスピーチなどの不寛容な言論に対する情報器的な抑圧を擁護するためにポパーの言葉に誤った解釈がしばしばなされている。このように文脈の中では他のすべての試みが失敗した時に弾圧に 同意するというポパーの情報は、その基礎の中では公正でなければならないが、必然的に不完全なものになるであろう。憲法上の法の支配を持つ自由民主主義の国家にのみ適用される。1971年、哲学者のジョン・ロールズは、著書、正義論において、公正な社会は、不寛容に寛容であらねばならないと結論付けている。そうでなければ、その社会は、 不寛容ということになり、そうすると、つまり、不公正な社会ということになるとしている。しかし、ロールズはまた、ポパーと同様に、社会は寛容という原則よりも優先される、自己保存の正当な権利を持っていると主張している。曰く、不寛容な人々に対して、たとえ彼らが不寛容だからと言っても、不寛容を言い渡されて当然だということはないが、寛容な人々が、 自身の安全と自由の制度が危機に瀕していると切実かつ合理的な理由から信じる場合に限り不寛容な人々の自由は制限されるべきだ。マイケル・ウォルツァーは1997年の著作、寛容についての中で我々は不寛容に寛容であるべきかと問いかけた。彼は寛容の恩恵を受けている少数派の宗教団体のほとんどは少なくともいくつかの点では 彼ら自身が不寛容であると指摘する。寛容な政治体制のもとでは、このような人々は、寛容を学ぶかもしれないし、あるいは少なくとも、あたかもそのような美徳を保有しているかのように、振る舞うかもしれないと述べている。第三代アメリカ合衆国大統領のトマス・ジェファーソンは、最初の就任演説で、すでに、寛容な社会という概念に言及していた。 合衆国と、その連合を不安定にする可能性のある人たちについて、曰く、彼、らを邪魔しないでおけ。理性が間違った意見と自由に戦えるような場所では、間違った意見に寛容であっても安全である、ということの証として、イギリスの政治哲学者であるジョン・グレーは、リベラリズムにおいて、啓蒙と寛容の伝統があるとしながら、フランス革命後のロベスピエールや20世紀の、 マルクス主義のスターリンやモータクトを例示して、啓蒙は、俺が理性的だと思っている、社会革命のビジョンに反対する奴は殲滅する、といった理性の独断化、絶対化を招いてしまうので、啓蒙よりも寛容の伝統を重視して、不寛容な政治体制や文化に対しても、寛容であれと述べている。日本のフランス文学者である、渡辺和は、 寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきかというエッセイの中で寛容のパラドックスについて検討した。渡辺は寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容をたるべきでないと結論する。また寛容が自らを守るために不寛容に対して不寛容になるのは寛容の自殺でしかないとも述べている。 そして寛容と不寛容が対峙するときには、不寛容は、始めから終わりまで、躊躇なしに暴力を用いるのに対して、寛容の武器は説得と自己反省しかないとして、寛容は常に不寛容に対して無力であり、破れ去るものであるという。さらに、不寛容は、手っ取り早く、容易であり、壮烈であり、男らしいように見えて、寛容は、認可を要し、困難で、 卑怯にも見え、めめしく思われるので、不寛容には、寛容よりも魅力があることを指摘する。また、普通人と狂人の差は、自身がいつ、狂人になるか反省できるかどうかとして、秩序維持にあたる、現在の秩序から安定と福祉を与えられている人々は、既成秩序の欠陥を、人一倍深く感じたり、その欠陥の犠牲になって苦しんでいる人々がいることを、 十分にわきまえる義務を持つべきであると述べている。渡辺によると、自己批判を自ら行わない人は、寛容にはなりきれず、寛容の何たるかを知らぬ人は、自己批判を他人に強要するという。評論家の後とも比では、元オリンピック・パラリンピック組織会長の森、吉郎の女性別紙発言とされた発言が、問題になったことに関して、寛容になれという不寛容がはびこっていると指摘する。 これは論理学や哲学でいうところの自己研究のパラドックス、または前哨明題のパラドックスであり、寛容という規範がパラドックスを生み出すような前哨的規範であることを述べる。また、このことは自由、平等、人権についても当てはまり、自由を否定する、自由、平等に、不平等を主張する、権利、反人権の人権といった、 全哨命題のパラドックスが生じるという。寛容のパラドックスは、もし言論の自由のどこかに境界線が引かれるとすれば、どこに引かれるべきかという議論において重要である。ポパは、言論の自由をそれを自らが立脚している、まさにその原則を破壊するために用いる、者たちに認めるのは矛盾であると主張した。マイケル・ローゼンフェルドは、思い通りになるなら、 反対派の言論を容赦なく抑圧するであろう。過激派に言論の自由を広げることは矛盾していると述べ、ヘイトスピーチに対する寛容という問題に、西欧の民主主義社会と合衆国とでは異なるアプローチを取っていると指摘した。あるものは、不寛容な発言は、単なる排他的態度のシグナルに過ぎないのだから、排他的態度に基づいた暴力や、 直接的な抑圧的な行動などとは違った断罪の基準に従わなければならないと主張する。自らの独断に基づいて不寛容な発言を暴力的に抑えつける行動はどのような場所でも暴力を正当化する。しかも、個々人のそれぞれの独断に基づいてなのだぞ。寛容を暴力的に破壊する不寛容な言論を抑えつけるための寛容な人々の側による 暴力的な不寛容に対する批判は、ユルゲン・ハーバーマスとカール・オット・アー・アッペルによって、創始された闘技倫理学の特徴でもある。合意に達するという手段は、力という道具によって繰り返し押しのけられる。国際キリスト教大学教授で、進学者の森本安里は、寛容とは、本来容認できないことを容認することであり、はじめから簡単に容認できることだけを、容認するだけなら、 それを寛容とは呼ばず、逆に、容認できないことは容認しないというのであれば、それも寛容とは呼べないだろうと述べる。一方で、どのような発言でも自由になされるべきだというわけでも、なく、ヘイトスピーチや暴力を煽る内容であれば、排除されるべきとも述べている。評論家で翻訳家の山形博夫は、カタロニア独立運動の各種発言が、スペインに対する、 ヘイトスピーチであるとして多数の取り締まりが行われている例を示し、ヘイトスピーチの認定は常に恣意的であり、その言説に対する好き嫌いが根底にあることを指摘する。また、進歩派が何でもイスラムフォビアだ、LGBT 差別だ、排外主義だ、レイシストだ、偏教なミーイズムの田舎者だ、とレッテル貼りをしたことがまさに社会の分断を煽る、不寛容でしかなく、 言われた方が態度を硬下させて、トランプが出てきてしまったと述べている。ホモフィリーと不寛容との関係性は、とある友達グループの中の寛容な人が、他のグループの寛容なメンバーとの良好な関係を結ぶか、あるいは今の自分がいる友達グループの不寛容なメンバーとの良好な関係を維持するか、どちらを選ぶかのジレンマに直面したとき、はっきりと現れる。 前者を選んだ場合、今の自分がいる、友達グループの中の不寛容なメンバーが、自分と他のグループのメンバーとの良好な関係を許さず、結果として、自分と他の友達グループの寛容な同士との間に、消極的な関係を必然的に招く。後者を選んだ場合、他のグループの個人に対して、消極的な関係を取ることを選んだということは、今の自分がいる。 友達グループの中の不寛容なメンバーによって支持され、結果として今の自分がいる友達グループ内の良好な関係を促進することになる。このジレンマは、アジェダーとパーバーノの不寛容者に対する寛容、社会的に安定したネットワークにおけるホモフィリー、不寛容、そして隔離において考え出されたものだが、このジレンマが個々人で構成される共同体を形作っており、 そして彼らの関係はフリッツ・ハイガーのバランス理論に従って形成された形に影響されている。ありがとうございます。